左奥が、三島テレビ中継局三島中継局は、静岡県熱海市と田形郡神奈美町にまたがる、標高798メートルの黒竹山頂付近に設置されているテレビ、ラジオの中継局である。ここでは、市場デジタルテレビ放送の三島テレビ中継局のアンテナ鉄塔に、 熱海方面向けとして併設されている、熱海アジロデジタルテレビ中継局、熱海市内黒竹へ送信アンテナを設置している、SBS 静岡放送ラジオ、三島 FM 保管局、ジャパンモバイルキャスティングの三島中継局についても、記載する。放送エリア歴史放送エリア歴史補足、無線局面居場情報無線局面居場情報。 無線局免許上情報 AB25000 分の1地形図熱海ハット ABCDEFG 東海地区の開局状況無線局免許上情報無線局免許上情報無線局免許上情報静岡県東部でワイド FM 開局へ静岡放送に予備免許 AB 地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許 AB 地上デジタルテレビジョン放送局の免許 ?ABCDEFNHK 静岡放送局受信チャンネル放送用周波数使用計画日本放送協会編 NHK 年間64日本放送出版協会1964年221ページ静岡放送50年史編纂委員会編静岡放送50年史静岡放送2002年 256ページ。20年史編集事務局編。明日へ飛ぶ。静岡朝日テレビ20年史静岡朝日テレビ。1998年。328ページ。テレビ。静岡社史編纂委員会。編。テレビ静岡20年の歩み。テレビ静岡。1988年。300ページ。静岡第一テレビ社史編纂室編纂。 静岡第一テレビ十年史静岡第一テレビ1991年279ページ ABC 無線局免許上情報2015年9月24日現在のアーカイブハット AB 三島市で携帯端末向けマルチメディア放送局及び免許 AB 三島市で携帯端末向けマルチメディア放送局を免許三島 送信所の無線局予備免許を取得三島送信所の試験電波発射モバキャスサービス三島局の開局 AB 地上デジタルテレビジョン放送局熱海矢二郎中継局の予備免許 AB 地上デジタルテレビジョン放送局熱海矢二郎中継局の免許地上デジタルテレビジョン放送局熱海矢二,二郎中継局の予備免許 AB 地上デジタルテレビジョン放送局、古才中継局の予備免許及び熱海矢城、中継局の免許地上デジタルテレビジョン、中継放送局の開局について、資料熱海矢城デジタル、中継局試験放送開始熱海矢城デジタル、中継局試験連覇間もなくです。ABCAM ラジオの FM 補完中継局に、 予備免許 AB 無線局免許上情報 SBS 開局65周年特別番組続きはラジオでページ最下部開局予定日告知静岡県西東部でもワイド FMSBS ラジオ AM 南町を解消 SBS ワイド FM 試験電波発射のお知らせありがとうございます